ギャラップはアメリカ海軍の紹介フリゲート。タコマ級フリゲートの一隻。艦名はニューメキシコ州ギャラップにちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。ギャラップは1943年8月18日にカリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッドスチール社で寄港した。1943年9月17日にヘレン・マーク・マホンによって命名。 浸水し、1944年2月29日に、サンペドロで、艦長クレートニエムオップ沿岸警備隊少佐の指揮下、収益した。カリフォルニア州、ニューポートビーチでの偽装及びサンペドロ、サンディエゴでの成長後、ギャラップは1944年6月1日に、サンディエゴを出港し太平洋の戦場に向かった。途中対戦紹介を行い、 6月21日にニューカレドニアのヌメアに到着10月12日まで第43護衛艦隊とともにニューギニア、ニューカレドニア及びオーストラリアでの護衛、紹介任務に従事する8月17日、ギャラップは美薬島のブルービーチで上陸支援のための砲撃を行ったギャラップは上陸部隊が海岸を確保するまで砲撃を続けた 8月25日には再びメノエラとアラリミサキの間の海岸を砲撃し、美薬島占領の支援を行った。ギャラップは1944年10月12日にホーランジアを出港し、フィリピンに上陸するダグラス・マッカーサー将軍の部隊に加わった。10月17日にディナガット島の海岸に砲撃を行い、翌日には、 レーテワンへと通じる水路の相当を行った。続いて、ブラックビーチ付近での対戦紹介を呼び、大気雷紹介を行い、上陸部隊を支援した。ギャラップは、ビ,スビース BLC-343、LC-344 とともに、沖合で調積及び、水路の情報を収集し、通報艦及び、護衛艦としての任務に従事、上陸作戦の間は、 湾の入り口で管制官としての任務に従事した。この任務の間、天候の大半は好天であった。その後11月28日に、フンボルト湾での護衛任務にあたり、途中サンペドロ湾及び、マヌス島のこそるロードに立ち寄った。12月3日、ギャラップは、西海岸へ向けて出港し、ゼイアドラ湾アドミラルティッシュ島、真珠湾で乗客を降ろした。 ギャラップがサンフランシスコに到着したのは1944年のクリスマスであった。ギャラップは1945年1月9日にサンフランシスコを出港し、シアトル経由でアラスカ州のダッチハーバーに向かう。ダッチハーバーには1月20日に到着した。その後退役まで北太平洋の偵察に従事し、8月26日にコールドベイで退役する。 翌日ギャラップは、レンドリースポーに基づき、ソ連海軍に対応された。ソ連では、護衛艦を意味する EK の略号を付与され、e、EK-19 の名で収益し、極東のパトロールに従事した。ソ連海軍での活動後、1949年11月14日に、横須賀でアメリカ海軍に返還され、同地で保管された。 1950年10月18日に、艦長ウィリアム・ W ・ボイド・ジュニア・少佐の、指揮火災収益史、相模湾での成長後姉妹艦のオビスビーと共に11月23日に、韓国の港南に向かった。同地で、ギャラップは、ホークイアムと、港湾管制艦の任務を交代し、入港する、遊軍艦艇の護衛及び監督、多くの難民に対する救難任務に従事した。 12月19日、ギャラップは、釜山を出港し、湾入り口での対戦紹介任務に、10時、12月31日に、長崎県の佐世保に向かう。1951年1月29日に再び、朝鮮半島へ向かい、上陸作戦に先立って関山部を呼び、高城軍に対して、陽動のための砲撃を行う。ギャラップは、佐世保を拠点として、 作戦活動を継続し、戦団護衛、偵察及び不山、元山、チョンジン、サングリーポイント、フィリピンのスービックワニへの先導巡行を行った。1951年2月23日から25日にかけて、元山に対しての支援砲撃を行い、その後は、港湾管制官としてハエ取り任務に当たった。3月14日に、横須賀に帰還し、ギャラップは、 ドック入りして、広範囲な戦隊修理が行われた。その後も、同様の任務を続け、10月6日に、横須賀に帰還した。ギャラップは1951年10月29日に、横須賀で退役し、相互防衛援助計画の下タイに対与され、プロシーの官名で、大海軍で収益した。ギャラップは、第二次世界大戦の先行で2個の、 朝鮮戦争の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。